はい、皆さんこんにちは、春です。今日はですね、お天気がいいんですよ。ほら、見えますか、この青空ですね。あいて、わかります、青空です。はい、でこの青空の下ですね、残りの、こっち、まあ、準備してあるんですけれども、はい、フェンダーカットやっていきたいと思います。今、まあ、まず、これから、この9ミリと、50ミリを取ってやっていきます。もう準備はこっちの方も、もうまず下に、ピクニックに行ったのかよみたいな感じで、こう道具も、あとこっちがですね、一応休憩スペースですねこう疲れちゃうとここでこう休憩するような感じで、はい、であとついでにもうフェンダー切るついでにもう今日全部この75ミリの、フェンダーも全部もう用意してありますんで、今日で全部もう仕上げちゃいます、フェンダーカットと、なんだオーバーフェンダーラバーフェンダーくっつけるのは、はい、そんな感じで。暗いですか、はい、それではこれからやっていきたいと思います。またちょこちょこ動画撮りますね。はい、それではまたです。はい、ではそれではこれから切っていきたいと思います。これ緊張すんだよね。ちなみにこれね、1991年製なんだけど、もらったやつ見える、古いよね何年前のサンダーだよって話だけど、
第一段階終了です。これマジで疲れる。なんかあの反動でほらこういうとこ削っちゃうんだよね私ね。なんか力がないのかやり方がいけないのかわかんないけど、とりあえずこれでまたこういうとこ今度は横に切ってたのを今度はこう縦に切って、こういうところも今度こう斜めに切っていくんで、ちょっとここで休憩ですね。でちょっとこれ爪折っていっちゃいますね、ハンマーで。あのこのなんだ石刀ハンマーで。はいはい、サンダーを使った、仕事は一応全部終わりましたね。でプラサフ塗ってやりました。はい、こんな感じですね。よいしょ。でこれから今度はこの糸のこでよいしょ、これですね、これコーナーフェンダーを切っていきます。めちゃめちゃ疲れる。はい、今こっちコーナーバンパー糸のこで、切ってます。なんかいい感じでまた切れそうなんでこのままちょっと切っていきますね。はい、今コーナーフェンダー切り終わったんですけど、こっちはねちょっと失敗、切ったんだけど中の鉄板の方がまだもうちょっと、1センチ弱くらい削っていかないと見えちゃうんで、もうちょっとこっち奥削ります。はい、サンダーで、それじゃあまたです。はい、削りましたね。これで、ちゃんと、コーナーバンパーの内側の金属ボディが、入りました。はい、はい、でですね、黒のスプレーでやろうと思ったんですけど黒のスプレーがもうなくなっててこれでやってます。ハケで、こんな感じで見えますか。まあこんな感じでこう、塗りまして、全部一応塗り終わりましたね。はいはい、いろいろありましたが、っていうのはですね、これつけるのになんだかうまくつかなくて、ここ今これここのチリ合ってますよね。なんだか知んないけど合わなくなっちゃって、ちょっとねこの中でねいろいろ加工してました。さあ結構時間1時間ぐらいやっちゃって、でこれからですね、フェンダー、このオーバーフェンダー、もうこれ切ったんでオーバーフェンダーをつけていきたいと思います。はい、これつけたらもう終わりですね。はい、はい、完成しましたね。11時から始めて12、1、2、3、3時半、今3時半なんで4時間半かかりましたね、ここ1個やんのに。フェンダー切って、ラバーフェンダーつけるまで4時間半です、1つ。まあでもこれで全部終わりました。4輪、ちょっとこれでタイヤつけて、最後に、全部移します。いやーほんと疲れた。それではまたです。はい、朝11時から始めたフェンダーカットと、なんだオーバーフェンダー、付き終わりました。でここもうここ何もないんで最後はこっち、ボディ側の方に、付けましたね、こちら。はい、で今日ここだけやったんですけど、前に、ここフロントとこれ助手席側の
助手席側ですね。で、運転席側、すべてこれで終わりましたね。いやもうめちゃめちゃ疲れた。まあ二度とやりたくないですね、こういうのは。まあもうフェンダー全部切ったんで二度とできないんですけど。はい、皆さんいかがだったでしょうか。フェンダーカット、めちゃめちゃ疲れました。もうすごいです。この天気良くて良かったんですけども、この汗、それはもう冷や汗とこの普通に暑い汗が入り混じってもうすごいことになってますね。はい、でですね、私みたいなですね、最後にですね、ベビーサンダーも初めて使い、なんだろう、まあ、ベビーサンダー初めて使ったんですけれども、ちょっと見えると思いますけど、皆さんですね、くれぐれもですね、あまりこうあれなんで見せられないんですけど、まあ気をつけてくださいね。はい、イエーイなんてやってね、はい、そんなこしょうがないね、このおばちゃんはね。これ本当にね、まあ仕事には支障ないんで、大丈夫とかの、コメントは嬉しいんですけれども、大丈夫です。はい、気をつけます。習ってます。あんまり見せられないですけど。はい、ということでですね、本当疲れました。今日はめちゃめちゃ疲れました。はい、皆様、ありがとうございました。マスク取れません。もう化粧が落ちて、もうすごいことになってます。はい。ということで、フェンダーカット、もう 4つ終わりました。それでは皆様、明日からお仕事、私お仕事なんですけど、頑張りましょうね。それでは、春でした。バイバイ。